どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。1日半で3000円の値幅を上下した怒頭の日銀デーが終わって、週明けだけど月末という31日でしたが、今日も高安では400円近い値幅の動きとなりました。まあ、出来高も5兆円をまた超えて激しい1日となっています。明日から8月となりますが、8月前半に向け欧米に中国を加え 外部環境どう変わってきたか重要な視点になってきているので是非最後までご覧くださいそれでは早速8月1日「日経225オプション考察」始めていきましょう。 はい。それでは7月31日相場外況からです。日経平均33,172円、412円高でプラスの1.26%。まあ、月末ですけどね。もう最近は月末下落アノマリーなんて聞かなくなりましたが、えまあ、今月も非常に強い上昇で終えています。えトピックスは2022.56、プラス31.95でプラス1.39%。 え、マザーズが777.32、プラス13.28で、プラス1.74%となっています。え、次に売買代金ですね。冒頭でもお話をした、しましたが、まあ、月末という部分があって、まあ、今日も金曜日に次いで、まあ、もしかしたらね、大きな、 まああのね、リバランス等々が入っているのかもしれませんが、もう連日の5兆円超えということで、5兆1035億円となっています。スタンダードが1018億円、グロースは1551億円で、まあ、スタンダードとグロースは引き続き、まあ、普通通りですね。で、次にアメリカのビックスですが18点、13.83。13. 金曜日がね、13.93ですから、まあ、やや下がってるぐらいであんまり動いてないですね。で、日経平均 VI も今日400円高ではあるものの、えマイナス0.27で18.32。まあ、思いのほか下がってないというか、またちょっとコールの方に強くなって、まあ、そちらでね、ボラティリティが上がってる部分があるのかもしれません。 はい。今日はまた、月曜日なので、ボイシーのご紹介ですが、今日、月、えっと、月末ですから、まあ、これ、動画がアップされるのが、おそらく23時近辺だと思うので、すぐ聞いていただいた方は、7月、まだ間に合います。あの、日付変わる前にね、入会すると、初月無料ですから、7月分全部聞くことができます。概要欄にね、リンク貼っているので、間に合う方はぜひチェックしてみてください。8月になってしまった方も、もあの、 もちろんね、1日に入ろうが31日に入ろうが、初月無料でその分1ヶ月全部聞くことができるので、まあこれボイシーの課金システムとしては面白いなと思いますので、まあ8月になった人は8月も引き続きね、いろんなことやっていくので楽しみにしていただければと思いますが、7月結局ですね、こんな感じのメニューになりました。え今日は最新のところでね、日米イルドカーブのチャート、まあまさに日本が 28日にね、YCC を修正したことで、イールドカーブ、特に10年金利が0.61まで上がってきています。まあそういった時にトレーニングビューでね、イールドカーブチャートを作れると、まあ日々チェックできるので、まあこのあたりも面白いかなと思いますが、DMI トレンドフォロー戦術とか、あとはね、下記講習という形でチャートを制してオプションの階段を作る方法、これを、まずはチャートの作り方からね、最後オプションにたどり着くにはもしかしたら、 えー、秋に入っちゃうかもしれませんが、夏季講習という形でこちらもやっています。まあ、興味のある方はね、ぜひちょっと7月のプレミアムチェックしてみてください。えー、6月アーカイブだとね、こういうこともやってまして、最近のチャートでよく使っているもの。はい。あ、これね、VM じゃなくて WMA でした。すいません。はい。まあ、こういったね、メニューでやってるので、まあ、ぜひね、ボイシープレミアムもチェックしてみてください。えー、この動画の概要欄にリンク貼ってますから、ちょっとね、覗いてみてください。 はい、それではチャートの方から見ていきたいと思います。 まず日経平均の冷やしですが、まあ、今日はね、400円高ということで、まあ、412円高ですけどね、強い上昇なんですが、窓を開けてるんですが、まあ、やっぱりちょっと気になるのは、この上髭ですね、今日高値3万3400円まで突っ込んだので、もう結構強いなと思ったんですけど、さすがにちょっと押し返されたと、で、3万3172円で終えてるんですね。でなんだかんだだかか日日というか、まあ、土曜のの明け方ですけ方すれども先先週末物が 3万3100円だったので、まあ、それから見ると、ですね70円ぐらいの上昇ということで。 まあ終わってみたら今日はそんなに上がってないような感じにもなるんですが金曜日の終値から見ると412円高ということで、まあ、しっかりとした上昇ですねでこの後出てきますがなんだかんだ先物はもう21時半過ぎに3 33, 万3300円をまた超えてきているので、まあ、しっかりとした上昇が継続しているかなとなのでモメンタムもまた上昇に向かってきていて、まあ、これプラスよりも上に来ているんですよねで下値も切り上げてこのダブルトップのネックラインとかえ まあちょっとね、日銀で3万2000円まで突っ込んだ時は割りましたが、まあ、そこから発表の後ね、あの発表した後に一回下がったんですけど、もう一回しっかりと見直されて、ぐっと上がってきたという感じなので、25日線もこれ、上向きに変わってます。まあ、わずか数十円です。30円か4 0円だけですけどね。なので、ここ、オールピンクに変わりました。すべての移動平均線で上向きです。そして、525、50、75、200で、まあ、ここ、ゴールデンクロスしたので、短期冷やし、 パーフェクトオーダーという形で、ねまあ、本当にきれいな上昇にまた短期は向かっているということですから、まあ、上ひげつけたところが少し気にはなりますが。 まあまだね、ちょっとこの辺りで売りに転じると危険かなと。崩れてくるまではしっかりと上についていかないといけない形に変わっているということだと思います。え先物で20時53分310円ですね。はい。えっと、そこから1時間ぐらい経ってから台本が完成して今収録してるんですが、350円なので、もうちょっと上がってきてるという形になって、まあ先物も,もしっかりと、はい、上昇ですね。まああの、この辺りで上がった後、 ところでね、モメンタムがちょっと垂れてますが、まあ、それでも非常に強い形にはなっているので、引き続き先物の,の方でもパーフェクトオーダー継続で、これ上昇というところですね。で、短期の方から今日は見ていきますが、いつものようにストキャスティックス、まあ、あとね、スクイーズモメンタムとか、新型マックリーといったあの短期のチャートすべて、 あ全てじゃないないまだアルンオシレーターとかは倍サインにはなってませんがあのサインが出てで上昇の 5MA クロスの後ずっと上昇なのでまあもうこれね短期チャートは上昇継続ですでただストキャスティクスのように少し早いサインはもう 天井抜けてきてきいるんでですねでちょっと今、青い線がこの辺り、まあ当たり前ですけどね、先物、動いてないので、あのまあ、もうちょっと上がらないと、ここで垂れてくると、ですねオレンジの、まあ、いわゆる移動平均、シグナルをデッドクロスするので、そうすると、あの青の S サインですね、つまりそろそろ天井だよというサインがつくぐらい、そんなに上がってないように見えるんですけど、わ、まあ、割としっかりと、ストキャスティクス上ね、ねオシレーター形状は上昇してきています。でまあ ね、水色の線セルマークが出た後今度は5日線が下向きになってローソカシが下抜いてくるとそこでショート。まあ、あの上昇分を えっと決済しての土天ショートという形になるまだね、ちょっと日柄がよほど急落してこない限りは短期まだ上昇継続ですけど、まあ、もうこのね、ストキャスの上を抜けてきている点だけはちょっと見ておくといいかもしれません。中期 TMA も、もうこれ、あの7月の26日に要点してからは、日銀でもう大きく上昇してですね。で結 結果的にね今日大きく上昇して、この TMA もやはり予想通り上向きに変わってきました。ですから、中期上昇トレンドになって、今、ロングになっていますから、中期チャートである TMA も上昇、平均足も明日の足で崩れなければ、えっと、上昇という形になってくるので、日足、中期トレンドから見ても上昇になってきてるんですね。で、長期もこちらは現物ですが、ATR トレンド、結果抜けてきました。まあね、上ヒゲつけてるってのはずっと言ってますが、 でも紫の線の上に出てきたんですね、ですから5月の中旬からずっと続いている2段階目、ロケットエンジン2段階目の長期上昇トレンドのまた上に戻ってきました、一方で6月19日にいった頭をつけて、まあ、ここ1回ダブルトップで上に行ったんですけど、まあ、こちらはですね ATR トレンドで下落の方ですね、長期下落の緑に沿って1か月下げた。 ですけど結果的には2ヶ月上昇している上の紫のラインの上に戻ってきてもう緑の上ですからね。下落は否定してでまた 長期上昇トレンドに今日戻ってきたと、まあ、これ紫はどん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 上がっていくのでどっかで垂れてくるんですがまあねここでちょっと踏ん張ったという形になっていて上昇トレンド継続なんですねつまり5月から続いている上昇トレンドアップアップですけどまだ続いているという見立てにもなるのでこれで短期中期長期全部上目線です、まあ、こういう時はあのもう天井だろうという形でねあの売りに回るのではなくて、まあ、しっかりと天井をつけてから売っていくっていうふうに しないと、まあ、その分頭はねちょっとだけ取れないですけどあまりてっぺん取ろうと思うとちょっとね焼かれるというかやけどする可能性があるので注意した方がいいと思います。で、こちらはスーパートレンドでこちらも長期なんですがここはですね先物はずっと3月の30日ぐらいからずっと上昇トレンド継続ここギリギリ割らなかったんですね終わ値ね,ね、はい、なので上昇継続なんですが現物の方はですねここで1回終わり値で割ってしまったのでの セルサインがついいいいててて週間近く動いてきているととうことになっていますでただですね、ここ、緑の線が3万3518円ですから、ここにザラバ、これは終わり値で抜けなくても、ザラバタッチ、あ、終わり値で抜けないとダメですね。ですから、3万3518円を終わり値で抜けるとですね、現物もこれ、倍サインに変わります。まあ、ただ、先物はずっと上昇で、えっと、倍のままなんでね。 で、えっと、下値切り上げてますから、ここ判断難しいんですが、先物と現物でちょっと判断違うんで、ただ、スーパートレンドは基本は現物で見ておくっていうルールにしているので、一旦ここはまだ長期スーパートレンドは、えっと、売り目線の、まあ、レンジっていうような判定なんですが、先物が上昇なんでね、ただ、ここ抜けてくると、現物も上昇になるので、この絵がまたポーンと赤に抜けてくるので、 この518円を抜けて引けてくると、もうまたね、少しあの長い感じで急騰するかどうかは分かりませんが、じり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 下値を切り上げてね、ちょっと押しては上がってという形になりかねないので、まあ、売ってる人はちょっと注意しないといけないですね、ここを超えてくるとね。で、まあ、あの、中央銀行週間が終わったので、まあ、ここからは決算だというところなんですが、まあ、残念ながらですね、7月31日まででも EPS が2152円。もう本当に 2150円のところでね、怒りを入れた入れられたみたいな、安価されたみたいな状況で、全く動きません、27、28日で300社決算が出ていて、まあ、そのあたりがここにね、まあ、これは期待 EPS なので、あの先を見たところで、まあ、あんまりその先の予測は変わってないっていうことで、目先のね、あのクォーターの決算。 よりも、まあ、将来の先が動いていないということなんですが、まあ、ここが動いていかないので、いよいよ15.41円高ですから、15.41まで上がってきました。で今 350円とかですよねこれもほほぼほぼ倍まで来ています、まあ15.5倍だからキャップでここから下がるというわけでは全然なくてですね単なる目安ではあるんですがさすがに15.5っていうのは一つの節目かなと個人的には思っているので、まあ、ここからさらに一段高3万4000円にっていうふうになるにはですね、まあ、やっぱりねちょっと EPS が30円40円と 上がってこないとですねなかなかこっから上はですね3万3千350円ぐらいまあもうそこちょうど先物来てるんですけどねまあ、こっからはなかなかねちょっと厳しいんじゃないかなという気はしていますただ一方で外部環境ですね今日もう一つのテーマ外部環境が大きく変わってきています。 上の方に変わってきてるんですね。はい。こちら、中国の上海総合指数ですが、まあ、今日は上髭ですけど、それでも0.46%、28日、我々はね、もう日本の投資家は日銀でてんやわんやでしたが、まあ、この時、実は中国の上海も、上海総合もですね、 プラス1.84%の大きな火柱陽線が上がっているという形で、まあ、先週までずっとね、この角度で上寝切り下げて、もうやばいんじゃないのと、ね、景気刺激策ももうないしと、ないしというか全然出てこないしということで、もう中国デフレだしね、ここから崩れていくんだろうな、200日も終わったしなというのが先週末までの状況だったんですが、まあ、厳密には24日月曜日の足なんでね、あの本当に先週の月曜日まではおつやムードだったんですが、 えっと、まずね、二十四日の夜だったと思うんですけど、ゴールドマンがこんな記事を出してるんですよね。ヘッジファンドが中国株、中国株を買って、まあ、共産党。 ゴールドマンのところにね、ちょっと資金、あ、ゴールドマンじゃない。中国に資金が来てると。はい。まアメリカの方に上場しているのではなくて、中国本土とかね、香港も中国に上昇しているところに、まあ、資金が来ているみたいなヘッドラインが出ました。まあ、ここ、共産党会議の中で何か刺激策がやっぱり出てくるんじゃないのという記事が出てですね、それを受けて火曜日、えっと、こちら。まあ、これ月曜日に出たのかな。 あこれはもうちょっと後か火曜日にこのゴールドマンの記事を受けて株価がボーンと上がって窓を開けて上がって。 で、えっと、水曜、木曜ぐらいかな、この辺の記事が出てきました、27日、あこれはもう最近かな、27、28とかっていうタイミングだと思いますが、まあ,あの成長促進策を発表したと、で、それを受けて、銅と鉄鉱石という、まあ、実銃でね、銅なんかの価格も上がってきたという形、そして不動産も強気相場入りと、まあ、このあたりは今日のヘッドラインなんですが、ここがえっと 28日かな、まあ、連日です、ね、中国が景気刺激策で盛り返してきたぞって っってていうヘッドラインに踊ってですね中国株が2日で2.3%も上げると、まあ、我々ね、ね日銀で天安維で日銀が終わったと急上昇してです、ね、3万2000円から3万3100円まで1100円も上げてえらいことになってきたみたいに思ってる間ね実は中国も強かったということなんですよねなのであの本当に中国が崩れてくることで日本も崩れてくるとか中国がデフレになってです、ね、デフレの輸出でまた日本の方はねせっかく こうデフレ脱却してきているのに、まあ、何かまたつまずくみたいなことを心配しての株安懸念があったと、まあ、個人的には考えていたんですがどうもそれが足元はだいぶ払拭されてきたということで、まあ、かなり中国も大きな上昇になっているであと、これね28日は私ももうてっきり日銀でヘトヘトでしたがこれニューヨークの方はです、ね、PC デフレーターが出てるんですよね、はい、CPI よりも重要視されているという、まあ、物価の指標ですが これがまあほぼほぼ予想通り、予想よりもちょっと良かったんですよね。はい。コアがまだそれでも4.1%なので4%以上というところが少し心配なところはありますが、それでも前回4.6から予想4.2で4.1まで下がってきたということを受けて、まあそれほど株価はね、大きく動かなかったんですけれども、まあほぼほぼ予想通りだったんでね。なんですけど、まあそれでもしっかりと下値を切り上げてきたのがアメリカですよね。はい。なのでこちらはニューヨークダウンの CFD の今日31 1> 1日の21時のの時 CFD 値なんですけど金曜日、こちらが、えっと、28日はですねこれ尺度の関係であんまり上がってないように見えますが、1.78%も上がってます、まあ、その前に結構下げていたと、これね、日銀ショックですよ、日銀じゃない、えっと、日経の夜中の2次ショックですよね、まあ、あの14連投阻まれたんですが、結局28日にはほぼほぼ全部取り返すような形で、で今日の まあ、プレイですね。えー、っと、まだ相場が始まる前の段階で、まあ、要は、だから、日経ショックで下げた分を、まほぼほぼ取り返してきて、また5日線の上に2日連続で出てきていると。まあ、モメンタムはちょっとさすがにこの辺でアップアップになってきて、ここの上昇が強かっただけに、モメンタム下落してきてるんですね。だからそういう意味では、モメンタム下落の株価は、まあ、ちょっと下に切り上がってる状況で、これ、ダイバージェンス、逆行現象ですから、まあ、ちょっとニューヨークダウはこの辺が天井で崩れてくるという心配もしております。 動かないとはいけないんですが、ただ今のところはしっかりしていると。で、S&P500 もナスダックも似ているので、ナスダックの方を見ておくと、これナスダック100の先物、え今日の21時12分現在ですけど、え0.2%のプラスですね。で、これもえっと 1> 1あこっちが1.7%かな、ナスダックが、まあ、あの大きく上昇して、引き続き今日も上昇してきているという感じですね。で、ここが、イールドスプレッドが今日もマイナス,のあマイナスというか、プラマイどっちでもいいんですけど、0.82だったかな、87だったっけ、ちょっと忘れましたが、めちゃめちゃ1.0割れたまんま、今日も継続してるんですね。で、さすがにイールドスプレッド、つまり株価収益率と10年金利の差が縮まってくると、 ですねまあ、いつも言ってるように、ね、株を買う、まあ、リスクを冒して株を買うよりも貯金しときゃいいじゃない債券買っときゃいいじゃないとだからまあ株を売って債券買ったり、ね、MMF に入れときゃいいじゃないみたいな話になってくるので、まあ、普通はこの数字が1.0割れて差が縮まってくると、まあ、株は上値が重くなるのが。 今までの動きなんですが、さすがにですね,、まあ、ね、指標強いという風に交換しているのか、イールドスプレッドが0.8の水準になっても、まだ株価上がってきてるんですね。あの、前回1を割ったあたりでは、さすがに上値が重くなって、ちょっと下がる、ちょっと下がるっていう形になってるので、この辺でですね、あの、下げを。 でまあ、日経ショックで下がったのであ、やっぱりね、イールドスプレッドも、さすがに株が割高だよね、なんて思ってたら、切り返してきてるんですね。だから、これ、どこまでこの株高を容認するのかっていうのは、ちょっともうよく分かりませんが、ただ、崩れてきた場合は、さすがにね、株の方が割高だよね、金利に比べてっていう風な理由付けにはされると思うので、引き続き、イールドスプレッドが1.0を割って推移をしているという異常事態だというのは、ちょっと頭に入れといた方がいいかもしれません。 はい。で、まあ、そんな中ね、結局、んあの、欧米、日と、まあ、しっかりとチャートは上向きで強いし、中国もここでね、景気刺激策、お上の動きがあってですね、あまあ、大きな上昇になってきてるとなると、まあ、上を見ていくということにはなるんですが、まあ、今日これ、 はい。あの、オプラボラジオでもお話をしましたが、WMA フィモナッチバンドですね。緑に行くと、一旦上値が重くなるというか、まあ、緑の線が上昇しながら、まあ、緑を超えるというのはない、ないことが多いんですね。なく、あの、絶対ないわけないんですよ。はい。普通のボリンジャーバンドと一緒ですから、あの、バンド、 ウォークというか、ね、ブレイクすることももちろんあるんですが、WMA ・フィボナッチバンドはさらに通常の25日の SMA で作ったあのボリンジャーバンドよりは、ですね感濃度が高くって、まあ、なかなかこの緑の線、上も下も超えていくのはパワーがいるんですね。ですから、一旦緑になると、緑に沿ってやや上昇か、もしくは一旦この辺で天井をつけて、やや横ばいからゆっくり下落みたいな、まああの、急落はしないけど、急上昇もできなくなってくるというような。 上根が重いゾーンでででもあっっててこれ今日到達してるんですよねでちょっと上から抑えられているという状況で、またナイトに入って強いので、これちょっと様子を見た方がいいんですが、今ね、3 33, 万3350円近辺、先物来てるので、ちょうどまた緑のとこまで来てるんですよね。ですから、この緑の方を上抜けていくと、本当にね、ここからもう一段高あるかもしれないという強さ、爆発なんですけど、またこの辺でね、あの上髭をつけて、陰線に変わったりとかですね。 まあこの辺りでうろうろすると、上値はちょっと直近ね、日柄挟んで限定的になる可能性高まるので、そういった時にはね、上の方のコールを売るなんてことをすると面白いんじゃないかって話も、このオプラボラジオではやりましたが、少しね急激に上がったこともあって、これ、こっから先、強いかどうかは、このチャートを見ながらね、判断していくのがいいんじゃないかなと思っています。 はい、ここからはオプションの手口を見ていきますが、えっと、今日は月曜日ですからね、海外勢合算じゃなくて、全体的な残高開示がありました。32,500円から33,000円ですから、まあ、メジャーなところが開示されたんでね、今週は良かったかなという気がします。で、その残高からまず見ていきますと、海外勢合算、ATM 近辺ですね、コールは売り、プッドは売り、 とは買いですから、これ ATM だけ見ると結構下なんですね。コール売りのプット買いです。はい、三万二千五百よりも下っていうバランスが強まってきています。で、まああの厳密には三万二千八百七十五よりも下という感じですかね。ただ一方で三万三千円にはですね、コール買いが六百七十二枚、今日六百六十七枚入ったから六百七十二になったんですけど、でプット とはこれ合算して262枚の売り越しなので3万3000円という公示価格に対してはコール買いのプット売りですから3万3000円よりも上でコール売りが、まあ、あのコール買いがあったところは今日これ決済されてしまってここすっかすかになりましたですから3万3000円よりも上も実はだいぶ弱まってるんですよねなんか3万3000円よりも上に行けばいこうと強いポジションと3万2500円よりも下に行けばいこうと強いポジションという形で上と下両にらみが まあまあ日銀通過して一応株価は上に来てるんですけど オプション的には今日だから理覚された形ですねなので、そのあたりになってくると、まあ、さっき、ね、WMA フィボナッチで見ていただいたように、3 33, 万3350円から3万3400円ぐらいで、まあ、一旦少しアップアップなんじゃないの、だから今日の高値も一旦現物は3万3400円で上値を叩かれてると、まあ、ちょっとね、オーバーシュートしたっていう感じだと思うんですが、なので、思いのほか、海外勢で見ると、コール買いが上の方積まれてなくなったな、売り決済されたなというところはちょっと 頭に入れれとくいいいかもしれません、はい、そんはそな中ゴールドマンですがゴールドマンは逆に上に大きく振、えー、ってきたというかねポジションをチェンジしてきていますえまずかあの残高で見ると3万2500が600枚なんですがなんと3万31200枚の買い越しさらにプットも、まあ、同じぐらいの売り越しということでも3万2500円よりも上ですねコール買いのプット折り もうこれほど分かりやすい今ポジションはないかなと。で、さらに今日3万4千を768枚も買ってきました。まあこの辺に売りがあってのある程度の買い戻しかもしれないので、ちょっとここら辺がね、開示されてないので、見えないところでね、結構売っていたみたいなこともあるかもしれませんが、まあね、でも、 だったらここに来て別にね買い戻さなくてもいいかなと今ぐらいにポジション立ててもここプレミアムスカスカですからだいぶ前から立てておかないとね買い戻しの場合はねでそうじゃない場合はですねここから一段高を見てもう2週間切ってるんですが、まあ、ここらで768枚も買ってきたという形の解釈であればゴールドマンはかなり上を見てきているという形なんですねこのあたりが S q に向けてどうなるかと引き続き先物も,もまたね買ってきているので、まあ、どうやら8月 に向けて両にらみから日銀の変更を受けて上に振ってきたと考えた方がいいのかさらに上に行ってからのね大どんでん返しでここをストライクにするみたいなことをまだ考えているのかどうか、うん、面白いですけどまあ、あとね2週間切ってるので、うん、ここで上に行って S q は3万3000円も上のところで利益狙いにしてきたのかなというふうに、ね、個人的には今感じています。 はい、次にアムロです。アムロは、まあ、若干ゴールドマンとは逆のような感じですがまず、えっと、ATM 近辺ですねコールサイドは売りと買いの枚数が、まあ、大体一緒ぐらいなのでこれ売り買いきっ抗ですけどとそうです、ね、ATM のところから見ると売りが ATM に近くって、まあ、ファーの方が、まあ、今でこそ株価上がりましたけどねということなので、まあ、どっちかというとクレジット に近いデビットではなくてクレジットに近いだから同じ枚数でもちょっと下目線の方のポジションがコールサイドでプットはでも売り 腰あでも、ここもですね、やや売り程度なんですね。こことここで買いと前同じですからね、150、60枚、ちょっと売り越し程度なんですが、だからまあ、3万2500円よりは下がらないぞというところで、引き続き3万2500円よりも下はね、プッと思いっきり売ってですね、まあ、これ、ピンクになってるんですよね。それ以上下がらないと。で、一方で、えっと、 ここが万3000円がですねプッと778枚買ってるとでコールサイドは3万3000円のところに、まあ、かれこれ2300枚ぐらいの買い越しになっているということなので3万3000円よりも上を見ているという形ですが一方でコールの売りが3万3500円に1260枚でさらにその上を見ても今日思いっきり売ってきているので逆に3万4000円を、ね、ゴールドマンとは違って676枚売りの方で応じているという形になって 上は上で3万3500円ぐらいまででしょと見ているんですね、海外勢のバランスでです、ね、3万3500円までと、コール売りがあるのでっていうのは、やはりアムロの影響力が大きいというところなので、ここをどう考えるかですが、まあ、そうですね、まあ、私は上に行ってもね、3万3500円をずんずん8月切りの S q までに超えていくのは、ですねちょっと難しいんじゃないかなという気はしています、アムロが売ってるからというよりはね。 はい、チャートの形等々も含めてです、ね、まあ、そこまで一気にいけるかなと、ただ、見ていただいたようにです、ね、欧米と中国が非常にムードが良くなってきているので、まあ、ちょっとニューヨークはね、さすがにあの天井になるかもしれませんけどね、あの欧州と中国、であのドイツと中国って本当に密接ですから、中国上がればドイツも強いという状況になりやすいということですからね、まあ、外部要因考えると、3万3500の上も十分あるかもしれません。 はい、最後は先物です。今日は日経平均がプラスの1.26%、トピックスがプラスの1.39%と強い上昇でしたが、先物は売り越しですね。だから、ま、あの、現物の方もちゃんと見ないといけなくって、先物売って現物を買ってるという動きかもしれません。で、えっと、個別で見るあ、ラージプラスミニが1957枚の売り越し。 でトピックスの先物が425枚の売り越しで合算すると2382枚の売り越しとで個別で見るとやはりゴールドマンですね、えっと、2351枚ということで今日もこちら2300枚の買い越しということでこの2週間でかなり買い越しをがあの枚数を増やしているとでオプションも大きく3万3000の上に、ね、コールが一通りで持ってきましたから、まあ、やはり SQ までは上を見ている風にしてきたのかなと YCC の修正を見て、ね、短期的に は底堅いいいとと判断ししたのかなという気がしています一方でソシエテと BNP ですねソシエテが 3400BNP が1800の売り越しあと JP モルガンも、まあ、こちらはえっと全部ねあの買い持ちのところなので売り決済という形ですけどね、はい、で一方で UBS は売り越しなので1600枚の買い戻しシティは2500枚2600枚の買い乗せと全体的にあのアメリカ系がまた買って え、ヨーロッパ系が売ってきているというか、まあ、売ってきているというか、買いが少ないという感じですかね。はい。まあ、全体的にはポジションそんなに先物として枚数変わってないんですが、そこまで先物で大きくね、あの、上昇の方に、海外勢全体で見ると、かけているわけではないかなという感じになっています。はい。ということで、いかがだったでしょうか。まあ、いよいよ、 うんと決算の週と、まあ、ようやくね、ちょっとイベントでようわからんという日あの週が終わったので、また天気予報を再開しておりますが、まあ、すみません、雲の中の晴れ間と、まあ、チャートは全部見ていただいたように、単中長上向きですから、素直に行くならば、当然、上を追いかけるべきのところなんですね、だからまあ私も上のポジション、コールデビットでまあ持ったままなんですが、なので私はポジショントークは上に行くほどいいので、まあ、このまんまね、3万4000ぐらいまで8月 S q 行ってくれる分には全然嬉しいんです。 ですがまあ、とはいえ、ですねオプションの手口とか見ると、まあ、ゴールドマンが強いので上の可能性も出てきてるなと思うんですけど全体的にはね、まあ、3万3500円ぐらいまではあってもそっから一段上ってなるとやっぱり EPS が上がってこないとですねなかなかそんなに甘くないんじゃないかなという気もしてるんですねだから急落はないけど3万3500円ぐらいでアップアップでまたちょっと上も重いけど下も硬い。 レンジで決算を見つめていいいく週にになななるんじゃかとうはい、ということで、今日の動画も役に立ったぞそしてこのチャンネル応援してもいいよという方は、チャンネル登録とグッドボタンの方、ポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょうまたね